全国の自動化を愛する工場長の皆さん、こんにちは。今年はシェープズの時間がやってまいりました。ということで、シェープズ A2% を走らせていただきます。走者ではなく工場長のホートと申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、死神の社長じゃない方の狐です。ということで、ゲームを始める前に皆さんに、お願いというかお知らせがございます。こちらのシェープズというゲーム、その名の通り図形をテーマにしたゲームとなっております。口の解説だと伝わりづらい部分もございますので、それぞれのレベルで必要な図形を1枚の画像にまとめてアップロードしております。まあ、SNS の X とか Twitter とかで探していただければ見つかると思いますので、ぜひそちらの画像を見ながらこの RTA 楽しんでいただければと思います。ということで、皆さん検索していただいている間にこちらのゲームの説明少しだけさせてください。このシェープズのレベルの進め方は、お題となっている図形を目標数集めるということで、これを繰り返して今回はレベル26のクリアタイムを競うカテゴリーで走っていきたいと思います。今回予定タイムは2時間15分としていますが、だいたいチャートも少し変更して時間が短くなっており、まあ、1時間50分ぐらいで走れたらいいなと思いながら走りたいと思います。ちなみにこの2時間15分という時間ですが、この時間でレベル26をクリアした走者は今のところ1人しかいないそうです。はい、ということで、皆さん、画像検索いただけましたでしょうか。ぜひ、ね、そちら見ながら、RTA 見ていただけると嬉しいです。それでは、新規ゲームをクリックしたタイミングでゲーム開始となります。5カウントで始めさせていただきます。はい、それではいきます。5、4、3、2、1、ゲームスタートです。さて、解説少し早口になる部分もございますがご了承ください。まずは抽出機で図形を集めていきます。左下の丸、右上の四角を集めていきます。抽出機で図形を取り出してベルトでハブに運ぶという流れになります。少し離れた場所から、星を集めておきます。この形アップグレードで必要になります。アップグレードをすることで、建造物の処理速度を上げることができます。はい、切断機が解放されました。これで、レベル2の半円を作っていきます。それと合わせて、左下のスペースでレベル5、レベル6で使う図形、レベル5、レベル6の工場を作っていきます。これは後で使います。さて、星からベルトをもう1本引いておいて、まもなくレベル2クリアとなります。レベル3も同時にクリアしています。レベル3の四角も目標数達成しているということで、しっかり裏で数えてくれているということになります。分配器合流器という建造物が開放されています。これ非常に便利です。ベルトを、集めるように大量に配置していきます。こちらのベルトをまとめておきます。さあ、ここから、大きな工場を建てていきます。分配器合流器を大量に配置していきます。ここで作る図形は赤い丸と青い四角になります。レベル7、レベル8の目標の形ですね。この分配器合流器を大量に配置していくんですが、ここが繊細なマウスコントロールが要求される場面で、だいたいここで今日の調子が分かるといったところなんですが、緊張してますね。さあ、まもなくレベル4クリアで回転機が解放されます。これを使うことでレベル5の上向きの半円、レベル6の4分の1の円を作ることができます。さて、大きな工場に素材を流していきましょう。大きな工場で作るのが赤い丸と青い四角となりますので、必要な素材を運んでいきます。素材の配置はランダムとなっておりますので、この素材配置でちょっとタイム前後してしまいますので、よければ皆さんお祈りお願いできればと思います。
が、まあ、開始時点で、素材の配置決まっているので、まあ、お祈りはお気持ちだけいただいておきます。さあ赤と丸の素材を運びました。素材の配置が遠い場所にあったり、まあ、小さすぎて使えないなどとなってしまうと、素材を運んでいる時間だったり、ベルトを引いている時間が、タイムロスとなってしまいます。なので、できれば近い場所の素材を使いたいんですが、まあ、今回はちょっと微妙かな。レベル5をクリアしました。レベル5クリアで、トンネルが開放されています。このトンネルも、非常に工場を作るにあたって重要な建造物になっています。これを使うことで、ベルトが立体交差できるようになります。さて、必要な素材を運ぶことができました。ここから、工場を引き続き建設していきたいと思います。そしてこの後、ベルトとトンネルを大量に設置していきます。この部分の音が、聞いていて気持ちいいものがあると思うんですが、コントロールキーを押しながらベルトを配置することで向きを固定して一気に配置することができます。このテクニック非常に重要で、まあ通常プレイでもなかなか役に立つ操作だと思いますので、まあぜひやるときはこれコントロールキーを押しながら配置してみてください。ということでこちらの工場、赤い丸が作られています。レベル7の目標の形になります。続いて、こちらの工場で青い四角作っていきます。青い四角レベル8の目標ですが、こちらの図形は、一旦半分に切断した後片方を180度回すことで、目標の形に揃えることができます。ということで回転機も置いていきます。さあこれでレベル8の青い四角が完成です。これもベルトをまとめてハブに納入していきます。さあこれでレベル7、レベル8の工場が完成しました。次に作るのはレベル9ではなくレベル10の水色の星を作っていきます。レベル10の図形が生産じゃないな、納品に時間がかかってしまいますので、こちらを先に済ませておきます。こちらのアルティエは、まあ、いわゆるバグ技、壁抜けだったり、なんかよくわからない世界に飛んだりということはなく、基本的に操作のスピードと、チャートの組み方でタイムが決まっているRTAとなります。まあ、どちらかというとかなり硬派な RTA になるかなと思います。さて、レベル10水色の星の工場を建てておりますが、このマップ上には赤、緑、青の3原色の素材しかありません。ということで水色を使うためには、色を混ぜる必要があります。ということで、ただいま開放された混色機を使って青色と緑色を混ぜていきます。混色機を設置します。ちょっと素材が流れるのが遅いですが、これで水色の星ができております。さてこちらの工場、赤い丸の工場に戻ってまいりました。今度はこちらで、紫色の丸を作りたいと思います。レベル9の目標になります。紫色に必要なのは赤色と青色ということで、先ほど赤色の丸を作った工場に青色の素材を流していきます。ちょっと素材の配置が遠いのでベルトを引いていくのがしんどいですね。こちらも先ほどと同じようにトンネルと
ベルトを設置、そしてこの後混色器を設置することでレベル9の目標紫色の丸が作れるようになります。こちら水色の星できますね。さあ続いて別の図形を作っていきます。レベル11の図形になります。緑色の丸と水色の星を使う構造です。このゲーム、今回イベントで披露させていただいているんですが、ちょっと欠点といいますか、拍手するタイミングが分かりづらいと思っているんですね皆さん。こういう、工場を建てるゲームってアクションゲームとかレースゲームとかに比べて、一体どこがすごいんだとちょっと分かりづらい部分がありますので、レベルクリアだったりそういう時に拍手などしていただければいいかなと思っております。このチャートでは、2時間のうち約1時間ぐらい、後半はレベルクリアしないというチャートなので、後半ちょっと拍手我慢するタイミングが続くかもしれませんが、個人的には、工場が完成したり図形が、作れているのを確認したタイミングは、見せ場かなと思いますので、よければ拍手いただければ非常に嬉しいです。レベル11の目標で、水色の星と、緑色の丸を使いますので、まずは、水色の星を作っていきます。今回ですね、工場の細かいメカニズムについてはちょっと解説しきれないかなと思っております。なんでこの工場で図形が作れるのとかいう質問はちょっと答えていると、そもそも時間が足りないというのと、僕の頭のリソースが足りないので、ちょっと今回は割愛させていただこうかなと思っております。ちょっとそこまで喋っちゃうと頭パンクするので、今回は、申し訳ないですけど、ご容赦ください。そもそも口で説明してもわからないですけどね。水色の星を作った後はここで緑色の丸を作っていきます。レベル11の図形で、必要なのがこの後解放される積層器という建造物になります。2つの図形を組み合わせる建造物ですね。それが解放されるまでにここの工場は建てておきたいところですが、画面左に出ているレベル9の図形600個でレベルアップになります。ここで、ありがとうございます。コンパクトな合流機が解放されます。このコンパクトな合流機も非常に便利です。ベルトをまとめるのに使っていきます。さあ、画面左の、水色の星800個でレベルアップになります。ちょっと次に使う図形を探しておきます。レベル10クリアで積層器が解放されます。これを使うことで、2つの図形を組み合わせることができます。これ今流れているのがレベル11の図形になります。さて、ここから次に作っていくのが、次に作るのがこの形です。赤色の風車型を作っていきますが、このマップ上に風車の形は存在しませんということで、今抽出しているこの、左半分だけ風車型になっている形を作って、自分で風車型を作っていきます。左半分側を使いたいので、まずは切断します。2分の1に切断した後、いらない部分は一旦ゴミ箱にシュート。いらないのはゴミ箱に入れて、残りの部分をうまいこと組み合わせることで、目標としている風車の形が作れるようになっています。シェイプズをプレイした方の中にはもしかしたら
風車型このマップに全然ないじゃんと思って、無限に探していったなんて方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。さて、このベルトに流れているのが風車型になります。はい、ですが、これアップグレードに使用するために、赤色にする必要がありますので、この辺で赤色にしておきましょう。赤色にする工場を建てておきます。コンパクトな合流機を使うとこのように素材を、より多く抽出することができるんですが、実はこの後連鎖抽出機という建造物が開放されますので、今後は素材の抽出にその建造物を使っていきます。画面左側の、緑色の図形、1K つまり1000個でレベルアップになります。もう少し時間かかりますね。さて、これで赤い風車型ができています。これでアップグレードができるはずです。さてレベル11クリア、連鎖抽出機が開放されています。ここでレベル12の図形を作っていきます。今画面左側に登場している青い図形ですね。さて、こちらのシェープズに、スチーム実績がいくつかあるんですが、その中に今やっているレベル12を30分以内にクリアすると獲得できるスピードランマスターという実績があります。その実績、30分以内にレベル12というのがこのシェープズで最も難しい実績とされています。スチーム上で、そのスピードランマスターを達成したプレイヤーは全プレイヤーのうちわずか 0.7% しかいません。そのスピードランマスターというカテゴリーを、あ、じゃないですね、スピードランマスターという実績を RTA 競技として突き詰めていったものがブループリントパーセントというように呼ばれる RTA のカテゴリーです。レベル12までのクリアタイムを競うカテゴリーですね。そちらの方で現在僕が世界記録を取らせていただいております。現在全プレイヤーの中で唯一13分以内にレベル12をクリアしたプレイヤーとしてランクインさせていただいております。ちなみに現在の世界記録は11分34秒となっております。そちら YouTube に動画を上げておりますので、よければご覧いただければと思います。さて、ちょっと言葉に出したブループリントの説明がまだできませんね。レベル12をクリアするとブループリントという機能が開放されるのですが、その機能を使うことで工場をコピーペーストすることができるようになります。ということで、このレベル12をクリアしたら一気に工場の建設スピードが上がっていくということで、このあたりがこのゲームの一つ大きな区切りとして認識されているというイメージがあります。さて、今回ちょっと工場について詳しく解説できないですとお断りを入れましたが、今建てている工場の下半分が白い丸を作る工場、上の部分は先ほどと同じように青い図形を作る工場になります。解説できないのが申し訳ないんですが、似たようなパターンの工場がいくつか出てきますので、よければ探していただけると嬉しいかなと思います。さて、これを積層するとこれで、レベル12の形できてますね。ブループリントの形がこれで出てきました。これで工場完成です。さて、ここから作っていくのがこの形、レベル15で使う形ですが、この段階で作っていきます。その前に先ほどから使っているこの連鎖抽出機で素材の抽出速度を上げておきます。素材を無駄なく使えるので非常に便利な建造物になっております。
おっと、すいません、ボタン押し間違えてスクショしちゃいました。さて、レベル15の形ですね、今画面左に表示していますが、この形を作っていきます。ただ、工場を新しく作るのではなくて、今作っていた工場を再利用して別の形を作るような、チャートになっております。レベル11の工場と、今手を加えているレベル10の工場を使って、レベル15、赤と黄色の形ですね、これを作っていこうと思います。さて、レベル11の形がアップグレードに必要な数が集まりましたので、この工場の流している素材を少し変更していきます。そして工場を少し改造します。あ、間違えた、ちょっといつもデリートしている場所がファンクションキーなんで間違えてスクショしちゃうんですよね。工場はほとんど変えずに、これでいけると思います。ちょっと違う図形混じってますが、この赤い星と黄色い丸の図形ができているのが分かるかと思います。これレベル15の図形になります。このタイミングで作っていきます。はい、こちらの水色の星の工場、こちらもレベル15の赤と黄色の形を作っていく工場にしていきます。今回ですね、レベルアップに必要な図形を、ツイッターって言っちゃうんですけど、X の方で上げておりますので、ぜひそちら見ながらこの RTA 楽しんでいただければと思います。さて、こちらのレベル10、水色の星の工場を手を加えています。もうそろそろか。多分そろそろアップグレードになると思うんですが、このタイミングで流す図形を変えていきます。工場の形はほとんど変えずに、別の図形を作らせることで、タイム短縮につなげているということになります。さて、ちょっとこちら前の図形残っているんですが、形はできてそうなんで OK とします。次の作業に移ります。次にやるのはこの紫色の丸を作っていた工場です。こちらの工場を少し横に増築していきます。紫色の丸の生産速度を上げます。で、この紫色の丸をなんで増築するんだという話なんですが、これがベルトのアップグレードに必要になるからです。ベルトの速度を上げるのがこのゲーム一番重要だと思っていて、いくら生産をしたところでベルトが遅ければ中央まで持っていくことができないということで、このようにベルトを速くしています。今21分なんでスピードランマスター達成です。さて、紫色の丸の増産が終わったところで、今度はこの青色の四角の工場も手を加えていきます。こちらは紫色の四角を作る工場に変えていきます。次のレベル13で必要になる形になります。画面左に出ているこの形です。紫色の四角と白い丸ですね。紫色に必要なのは青色と赤色ということで、こちらの工場にも赤色の素材流していきます。
はい、これで紫色になるはずです。さてちょっとこのタイミングで、先ほどレベル10に解放したので、ブループニット使ってみましょう。まず元となる建造物を配置します。で、範囲を選択してコピーでペーストです。このように配置できるんですが、上にコストということで数字が出てます。このコストの分だけ図形を消費してコピーペーストができるようになっています。消費するのはレベル12の目標である青と白の形ですね。つまり無尽蔵にコピーペーストができるというわけではないんですね。このチャートの途中ではブループリントの個数と戦いながらコピーペーストを行うという場面も出てきますので、今無尽蔵じゃないと覚えておいてください。さて、ここの工場紫色の四角を作れるように変えていきます。さて次に行うのが、こちらの紫色の工場ですね。紫色の丸の工場は今度は白色の丸を作れるような工場に変えていきます。白色の丸もレベル13で必要な形ですね。白色に必要なのは赤、青、緑の3色となっております。いわゆる三原色ってやつですね。ということで、この紫色の丸の工場にも緑色を運んでいきます。ちなみに赤、青、緑で白色になるというのは光の三原色ですね。色の三原色とは若干意味が異なります。これで OK です。よし、さて、次の図形参りましょう。次に作るのが、どこで作ろうかな、ここかな。次に作るのがレベル26の図形になります。このタイミングで、最終レベルの図形を作っていきます。実はこのゲーム、レベルの順番にクリアする必要はなくて、ちゃんと、数さえ揃っていれば順番を無視して図形を作っていくことができます。ということで、時間がかかる図形を優先的に作っていくというのが、今回のチャートになります。レベル26だけが、他の図形に比べて倍の図形を、集める必要があります。ということで、このタイミングからレベル26の図形を作ったところで、間に合いませんということで、後半もう少し工場を作るんですが、とりあえずこの段階でレベル26作っていきます。レベル26の図形は単純に工場を建てるのが時間がかかっちゃうので、これを後回しにするわけにもいかないというのもありますね。これベルトの向き間違えてます。さて、もう少しか。ちょっとレベル26は作りながらなんですが、一応左に表示している、図形の数も見ながら建設を進めています。このタイミングで、こちらの紫の丸の工場、白色に変えます。混色器を配置します。それと同時に、ちょっと別の図形も作っておきます。次に作るのがレベル14の形です。レベル14の形なんですが、なんというか2つ合わせたら消えそうな形ですね。レベル14はスイカの形になっています。今回はね、このゲームでは2つ合わせても消えないのでご安心ください。この2つ、図形を、スイカ食べやすいように、ね、4分の1にしておきます。これ結構間違いやすいんですよね。いけてますね。これがレベル14の形になりますが、これはハブの直前で貯めておきます。さてこちらの工場、紫色から徐々に白色に変わっております。この図形を、紫色の四角と合わせることでレベル13が作れるようになっております。いけてるね。作れてるでしょうということで放置します。
さて、レベル26の工場を引き続き立てていくんですが、ちょっとレベル26の図形時間がかかってしまうので、ちょっと、別の話題させてください。皆さん、ファクトリオというゲームはご存知でしょうか。まあ、このゲームを見てファクトリオっぽいなと思った方も、少なからずいるのではないでしょうか。昨年の RTA in Japan ウィンターでも、82% 披露されてましたね。こちらのゲーム、シェープズも、実はファクトリオに影響を受けて開発されたと開発者さんが言っていて、まあ、なのでファクトリオの雰囲気があるというのも納得ですね。このゲームのロード画面で、ぜひファクトリオをプレイしてみてくださいなんていう別のゲームを宣伝するというシーンも見ることができます。さて、今作っているこのレベル26の図形ですが、ロケットの形を模した形になっております。ファクトリオの最終目標といえばロケットを打ち上げることでしたね。ということで、まあ、そこも、インスパイアというか、リスペクトを払って、ロケットの形が最終レベルになっているのかなという、個人的な憶測をしております。これはちょっと開発者さんに聞いてみないとわからないので、ぜひ開発者さんの方見てたらコメントお願いします。少しファクトリオの話しましたが、まあ他の工場を建設していくゲームとこのシェープズを比べてみると、例えば、資源が枯渇しないだったり、建造物を置くのにコストがかからないだったり、あとは敵が出現しないので、常に無敵時間というような特徴があります。まあ、そういった面でこのシェープズではかなりストレスフリーな工場建築ライフが送れるようなゲームデザインになっていると言えます。まあ、他のゲームがストレスフルだっていう話をしたいわけではなくて、まあその辺が面白さに厚みを増している部分だというのは言うまでもないんですが、とにかく働き方改革の波がこのシェープズの工場長には押し寄せているということになります。まあこのようにね、結構無機質な空間で約2時間ほど一人で休みなく工場を作っていくのが、まあ本当に、ホワイトな働き方かどうかっていうのは疑問が残りますが、でも、もうそこはね、明白なんですよ。このゲームの背景見ていただければブラックかホワイトかはもう皆さんお分かりですよね。ということで今回は、ゲームテーマライトで走らせていただいております。寄付額投票の結果でライトになっております。投票ありがとうございました。個人的な話をすると、本当はダークが選ばれると思って、ダークでずっと練習してきたので結構焦ってます。今画面右上に、オレンジの星出てるんですが、これは、アップグレードできるよという目印ですが、今回はここアップグレードしません。レベルアップに使うためになります。じゃあ次は、必要な図形画像に上げて TwitterX に上げているんですが、次に作っていくのがレベル20ロケットのレベル26のロケットの、背景にあたる部分ですね。青色とグレーの丸です。それが交互に組み合わさった形とでも言えばいいでしょうか。まあ、この形、普通に作るの結構時間かかるんですけど、パターンを決めて、スムーズに作れるようにしております。まあクロスアセンブラーとでも呼ぶことがあるでしょうか。アセンブラーは組み立て機といったような意味になります。この工場のパターンクロスアセンブラーっていうのを、まあ、よければぜひ覚えて帰ってほしいなと思いますので今から作ります。さて、ここに青い丸とグレーの丸を流します。このように大量に建造物を配置するとこのようにレベル26ロケットの背景で使う形が出来上がります。これクロスアセンブラーって言います。ぜひね、今回はここを名前と形覚えて帰っていただきたいなと思います。
はい、ぜひ覚えてください。これテストに出ます。さて、もうそろそろでロケットは完成ですが、ちょっとレベルアップまで時間があるので、ここは一旦待っておきます。違うと、レベル13クリアで、トンネルレベル2が開放です。ありがとうございます。トンネルレベル2で、今までよりも遠い距離でトンネルを敷くことができます。文字通り幅広い工場建築ができるようになります。ということでこれを工場に置いていきます。そして、積層機を、配置することで、これで、さあこれで完成するのがレベル26ロケットの形になります。さあこれを、ここから約1時間ぐらい、ぶっ通しで工場を稼働してもらいましょう。レベル14スイカの形です。このレベルだけ秒速8つ納品しろという、速度のお題が出るんですね。これは直前で貯めてたものを、一気に流すことでレベルクリアになります。さて、星が今一番欲しいのが、全然ないですね。星の形を使いたいんですが、上の方にあればいいんだけど全然ないということで、どうしよっかな。レベル15をクリアしております。このタイミングで、ベルトのアップグレードができます。じゃあここにある星を使いましょう。素材の場所を配置ランダムなので、欲しいところに図形がないと結構、タイム的にしんどいというのもあるんですが、めんどくさいんですよね。次にやるのが、レベル16の形を作ることになります。この形です。今まで作ってきた形に白い星を乗せることで完成します。ということで、星を運んでくるんですが、ちょっとこれがベルト遠くてやだなと思いながら運んでいます。こんな感じですかね。この工場2つ建てます。今レベル16の図形を作りたいということで、白い星を作っている段階になります。今回作る必要がある図形は、インターネットにまとめたものを上げてますので、そちらご覧ください。ちょっと最初から見てる方にとっては足つこいかもしれませんが、途中から見てる方もいらっしゃると思いますのでご了承ください。白色に必要なのは赤青緑の三原色でしたね。必要な素材が集まりました。このゲームの運要素といえば素材配置だけなので、ここが悪いということはかなり面倒くさいなと思いながら走ってます。白色の図形を作る素材が集まりました。これで、白い星を作れるようになります。そして、この白い星を今まで作ってきたレベル15の形、この形ですね、この形に乗せてあげると、
目標としているレベル16の形が作れるようになります。さてこの辺でだいぶベルトの配置が混雑してきて、どうなってるんだと分かりづらくなってくるかと思いますが、まあ、まだまだ複雑になるので、目を鳴らしていただくようお願いします。ということでこの図形に白い星を乗せます。これがレベル16の形ですが、これ工場を増やしていきます。これで工場完成です。下の方でもねレベル15の形を作っていたので、そちらの方も白い星を運んでいきます。このベルト邪魔ですね。さあこちらに白い星を乗せてあげることで、レベル16の形、白い星が乗っかっている形ですねが完成します。さてこれでレベル15の図形がレベル16の図形に変わったわけですが、もともと作っていた形ももう少し集める必要があるので、追加で工場を建てておきます。だけど星がないんだった。ちょっと遠いんですがこれ使いましょう。結構普段やってる、練習とかでやってる中でも、ここまで星がないと結構きついなっていう感じの配置になってますね。さて今やりたいのが、レベル15の形をもう少し、追加で生産してあげようというところになります。なんか止まってますね。ちょっと工場ずれてました。これでできてる OK ですね。今の、実は結構怖いことやってて、ベルト1本分ずれてるだけで工場って動かなくなっちゃうので、そうなるとどうなるかというと、動いてない時間すべてがタイムロスになります。まあ、今のすぐ気づいたのでよかったんですけど、まあ、10分間気づいてなかったら10分間タイムロスになりますね。まあ、ここにいる皆さんなら、この約2時間の RTA で、10分解けるなんていう怖い話ないっていう分かりますよね。さて、レベル15の形を追加で生産することができます。できます。これでいけるはず。これねベルト間違えてます。ちょっと今日このミス多いですね。よくない。はい、これでできるはずです。よし、ここから落ち着いていきましょう。次に作るのがレベル20の形になります。この、RTA 見てる方で、シェイプズプレイしたことあるっていう方も、まあ、きっと多いのかなと思うんですが、そういう方なら、まあ、お分かりいただけると思うんですが、このレベル20が難しいんですよね。白色とグレーの形になりますが、シェイプズをやっててこの形なかなか作るの難しかったなと思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。まあ、実はそれ以上に難しいのがさっきのレベル26なんですが、何がこの形難しいんだという話をすると、図形が浮いてるんですね。積層機で図形を積み重ねるっていうのをさっきからやってるんですが、普通に積み重ねるだけでは完成しない形になっています。間違えた。
まあ、今の説明でピンとこなかった方はぜひねこのゲーム買って遊んでいただければと思います。まあ、ただ少し謝らなければいけないことがあって、まあ今このようにプレイしていて、まあ、最終的にはレベル26クリアを目指していくんですけど、この動画この配信を見るだけで皆さんレベル26が作れるようになってしまいます。まあ、つまり、こちらの動画ネタバレ動画となっております。申し訳ございません。まあ、なのでね、もう皆さん悩むことなくこの工場を作ればレベル26作れるようになってしまいます。なので、皆さん買って作りましょう。まあ、今の話実は、まあ、半分ぐらい冗談ですけど半分ぐらい真面目な話で、どういうふうに図形作ってるのかどういうふうに工場が動いているのかっていうのは、工場を作ってみるのが一番早いと思ってますので、まあ、まず一旦見よう見まねで作ってみるっていうのもありかなと思ってます。ちょっとそんな話してたら忘れてたことあった。先ほど開放していたストレージという建造物を配置していきます。あ、ちょっと待って、あ、これ動いてないじゃん。これタイムロスですね。ここがタイムロスなのは痛いですね。まあ、過ぎたことは仕方ないのでここから工場を頑張って動いてもらいましょう。間違えてる。なんだっけ、そうレベル20が難しいので、まあ、やってみてくださいという話ですね。ということで、まあ、ちょうどね、宣伝させていただくとこのシェープズというゲーム、つい最近、12月5日ですね、今月ですね、つい最近、シェープズモバイルということで、スマホアプリ版としてリリースされました。なので、今までよりも気軽に、このシェープズが遊べるとお楽しみいただけるというふうに言いたかったんですが、個人的な話なんですが、まあ、プレイするならどちらかというと、PC 版、こちらのシェープズを遊んでいただく方がいいのかなと思っております。まあ、スマホ、まあ、タブレットでもいいんですけど、スマホ版が結構操作性が、まあ、良くない、だいぶ言葉を選んで言うんですけど、操作性が良くないです。ちょっと遊びづらいかなと。ということで、まあ、ぜひ、遊ぶなら PC 版をおすすめしますというのだけ言っておきます。ちなみに、シェイプズ、まあ、PC 版ですね、Steam で現在ウィンターセールもやっております。なんと、30% オフじゃない、そう 70% オフです。だいぶ間違えました。70% オフの、360円でこのシェイプズ買えてしまいます。安すぎます。買うなら今だと思います。ということで、今お買い求めやすくなっております。さらに、ブラウザで遊べる体験版もございますので、まあ、まずそちらから遊んでいただくのもいいかもしれません。ぜひねシェイプズは、PC 版で遊んでください。今建てている工場ですが、レベル20の工場ですね。先ほどレベル26ありがとうございます。レベル26を作った時に建てた工場を流用しています。かなり共通して使える部分があるので、これで時間を短縮していきます。ちなみに今建てているのがまさに図形を浮かせるための工場なので、ここねネタバレ注意となっております。モバイル版の話なんですけど、つい最近までとんでもないバグがあって、一旦セーブしてゲームを終了する、でロードすると工場が全部消えるっていうバグがあったらしくて、いやよく売りに出したなと思ってます。開発元が違うっていうのもあって、まあ、それと、つい最近リリースなのでそういうのも原因かもしれないですね。まあ、今後のアップデートに期待ということにしておきましょう。
さて、この作った漬けを組み合わせます。はい、あまり解説できてないですけども、レベル20は完成が近いです。ということでね、あの工場をどういう風に作ってんのと思った方はぜひ、シェイプズを買って、まずは1回このまま作ってみるというのもおすすめいたします。ネタバレが怖いという方は、1回ゲームをクリアしてからこちらの動画を見てください。さて、できているかな。これがレベル20の形です。完成です。はい、ちなみにこのレベル20の形、このシェイプズというゲームのロゴのマークになっております。さて、次に作るのがレベル21の形です。レベルアップに必要な漬けまとめておりますので、TwitterX で調べてみてください。さて、レベル21は赤い丸と白い丸を組み合わせた形になっています。ちょっと今説明の途中でしたが別のことをやります。すみません。先ほどアップグレードを行ったので、この赤い風車型も必要ありませんので色を変えておきます。青い風車型を作ります。で、これを先ほど開放しているストレージに貯めておきます。これ後で使います。ちなみに先ほどストレージを置いていたこの赤い丸と緑色の丸、この白い丸も後ほど伏線回収しますので、ぜひ覚えておいてください。さて、レベル21の工場を続けますが、こちらの漬けを作るときに少し珍しいテクニックを使っていきます。スーパーチャージングと呼ばれるテクニックになります。おそらくシェイプズをやったことがある人でも、聞いたことある人はほとんどいないかもしれないです。何ができるのかというと、ベルトに流せる漬けの数が増えるというものです。このゲームベルトに流せる漬けの数は決まっていて、今秒速8つ漬けを流すことができます。ですが、今このようにコンパクトな合流機を大量に置いてるんですが、実はこの建造物も秒速8つと画面上はなってるんですが、実は 25% 増しの秒速10個流せるということが知られていて、これを大量に敷き詰めることで秒速10個で工場の中を漬けを運べるというテクニックになります。まあ、ちょっと分かりづらいなと思った方はなんか早くなるんだなと思っておいてください。実はこれ僕も比較的最近知ったテクニックでございまして、その知ったきっかけというのも、世界記録を取った後に、海外の奏者さんから実はこういうテクニックあるんだけど使えないかなというふうに言われたのがきっかけです。なのでかなりマニアックなテクニックだと言えますね。ちなみに結構複雑なことをしているように見えるんですが、正直そんなに早くはなんないです。まあ、せっかく教えていただいたので使っておこうかなと。さて、今レベル21の図形に必要な赤い丸と白い丸を作っている段階です。じゃあちょっと、まあ海外の奏者さんの話もしましたが、このゲームの RTA 界隈について話させていただくと、ある程度人気知名度もあるゲームだと思うんですけど、それに対して RTA やってる人が非常に少ないんですね、このゲーム。今走っているこの Any% というカテゴリーですが、このゲーム発売から3年ぐらい経ってるんですが、スピードラン .com 上に記録を残している奏者の数が、なんと3名です。ちょっと少なすぎん？なので、今、このゲームクリアすると、世界4位です。日本で現在プレイしているのは僕だけだと思います。まあ、なので今こうしてね、走りながら喋るという苦行を強いられているんですが、まあ、ぜひ、今回 RTA in Japan で披露させていただけたということで、このシェイプズの RTA、興味いただいて挑戦するという方が現れてくれれば非常に嬉しいです。走りながら解説するゲームじゃないです。
さて、このレベル21的の形、これを交互に組み合わせていくんですが、何使うと思いますか？そうです、クロスアセンブラーです。ここで、先ほど紹介したクロスアセンブラーというパターンをもう一回使っていきます。本日2度目の登場となります。これ、今回のチャートでよく使いますので、ぜひ覚えて帰ってください。このように建造物を大量に置くことで、交互に組み合わせた図形を作ることができます。これ非常に重要なパターンになります。はい、このパターン重要なので覚えておいてください。テストに出ます。さて、これでできてますね。これレベル21の形になります。完成です。さあ、次の図形いきましょう。今回星が全然ないのが、結構厳しいですね。この、1時間ぐらい経つまで、このタイミング結構星を、多く使用するので、これがないとかなりチャートというか工場組むのがしんどいなと思いながら作ってます。さて、レベル23の図形を作ります。レベル23の図形は、水色の丸と黄色の星からできている図形になります。でこちらの図形なんですが、先ほど作ったレベル21、赤と白の的みたいな形ですね、その形と大体、やることは同じです。組み合わせて、最後にクロスアセンブラーをするみたいな、やることが大体同じということは、あんまり喋ることないですね、この図形。なんでちょっと、余談というか、雑談っぽくなるんですが、このシェープズの RTA の怖い話していいですか？シェープズに限らず、工場を建てる系のゲームだったらあるあるなのかもしれないんですが、一度してしまったミスを取り返すのが非常に難しいんですね。この話するのを決めてたんですけど、本当に結構なミスをやらかしてしまって笑えない状態なんですよね。一度、さっきのように図形を納品していないなんてことが起きると、その後、ずっとチャートに影響してしまいます。なので、一つのミスも、致命傷になりかねないという恐ろしさがあります。これは自分の体験談になるんですが、すべての図形を納入したあとは、工場を建て終えたあとは納品するだけだという段階で、よくよく確認してみると、納品が終わった約2万5000の図形、全部微妙に向きがずれていて、2万5000納入したけど全部無駄だよ、もう一回2万5000個作り直しっていう、悪夢のようなミスをしてしまいまして、その時練習なんでリセットしたんですけど、仮に今2万5000個集め直しなんていうとんでもないミスになったらどうなると思いますか？2万5000個だいたい20分ぐらいかかるんですけど、そこから20分ぐらい僕のフリートークが始まります。そんな怖いことないですよね。ということで、極力、そんな、とんでもないミスが起きないようなチャート、起きないような工場を作るように工夫はしております。なので、フリートークはしないで済むかなと思っておりますが、さっきねミスをしてしまったので、この後どうなるかちょっと後半のチャートに、期待というか頑張ってほしいなと、将来の自分に思っております。さて、レベル23の工場、少しまだ時間がありますので、ここで、今回のイベントについて紹介させてください。RTA in Japan は、チャリティーイベントとなっております。先ほど、寄付額投票の話もしましたが、その他にも、Twitch のサブスクライブだったり、MTB 時間さんから出ている、公式グッズなどで、気軽にチャリティーに参加できますので、ぜひご検討いただければと思います。公式グッズでいうと可愛らしいステッカーだったり、かっこいいパーカーだったり、いろいろありますので、ぜひね、見ていただけるといいかなと思います。さて、この図形、組み合わせるわけですが、ここでまた使うのがクロスアセンブラーですね。皆さんぜひこの形と名前覚えて帰っていただきたいです。
まあ、今回は、ここが一番、見どころだと思います。この2つの形を交差して組み合わせるパターンになります。さて、大量に建造物を置くことでスピーディーに、建造ができます。この形普通に作るの結構時間がかかるんですが、このパターンでスムーズに作れます。さて、これで、レベル23、水色の丸と黄色の星の形ですね。これがよいしょ、これ完成となっております。レベル23が完成になります。レベル20のベルトが止まってたんですが、まあまあこれはそんなに問題ないです。さて、まあちょっといろいろミスがありましたが、なんとか工場を建ててきました。でここからですね、少し準備フェーズといいますか、少し次にやることの仕込みをしていく時間になります。で、この準備フェーズということは別に新しい工場を建てるでもなく、新しい図形を作るでもなくということで、結構非常に分かりにくいパートになるんですね。何をしてんだという時間になってしまいますので、ちなみに具体的に言うと、レベル24とかレベル25あたりの図形の準備をしていきます。ですが、結構解説もしづらいというか分かりづらい部分なので、ちょっとこのタイミングをお借りしてこのシェイプズの宣伝させていただこうかなと思っております。まあ、今回はレベル26までの、タイムアタックとなっておりますが、このゲームレベルはまだまだというか無限に続いていきます。レベル26をクリアした後はフリープレイということで、お題が出題されてそれを作るという形ですが、最終的にはそのお題を自動的にクリアしてくれるなんていう全自動工場を建てられるくらいには奥の深いゲームです。まあ、今回は使用しないんですが、回路を組んで工場を動かすなんてこともできます。非常に奥の深いゲームなので、まあ、ぜひ遊んでいただきたいなと思っております。そしてもう一個宣伝です。こちらのシェイプズですが、なんと来年2024年にシェイプズの続編シェイプズ2が発売されます。ビジュアル面も非常に進化しており、新しいシステム新しい建造物も登場しますので、ぜひぜひそちらもチェックしていただきたいなと思っております。さて、もう少し準備フェーズが続きます。まあ、シェイプズだけに限らず、まあ、こういう工場を建てるゲームって、まあ、よくね X でも調べてるんですけど、みんな同じこと言ってるんですね。時間が解けるって言ってます。まあ、もちろんこのシェイプズも、例外じゃなくて、まあ、見る見る時間が解けていくゲームだと知られてるんですが、まあ、この、年末年始お正月で、時間が多いっていう方も、まあ、多いと時間が結構取れるという方も多いと思いますので、ぜひこの機会に工場建築始めてみませんか。まあ、時間がかかってしまうので、会社とか学校が始まってからのことについてはちょっと僕は責任取れませんので、そこは自己責任でお願いします。まあ、時間がないって方にはね RT おすすめですよ。2時間で終わるんで。はい、まあ、そういう僕は、大体徹夜してレコードを出しているので、時間がないという方には、まあ、正直に言うとあんまりお勧めしません。さて、準備フェーズ進めているわけですが、ちょっとここで、突然ですが皆さんにクイズを出したいと思います。この工場一体何を作っているでしょう。なんか工場見学しているバラエティ番組みたいなクイズですけど、先ほどまでとは結構異なる形の工場を建てていきます。この工場でどんな形できるでしょうか。まあ、この辺の丸でも流しておきましょうか。まあ、ヒントとしては今レベル25の準備をしているというところです。
まあ、これで即答できた方は、まあ、シェイプズのトッププロかコンピューターかな。さて、この丸を流しているんですが、正解はこの左下と右上がくっついた形でした。この形ですが、この後レベル25で使用する形になります。レベル25の形の緑色の図形ですね。今回レベルアップに必要な形、まとめたものを挙げてますので、X かツイッターで調べてみてください。シェイプズ82% で検索してみてください。ということで、この工場は2つ立てておきます。今はレベル25の準備をしています。この後のことについて言うと、今画面左に表示されている図形、黄色と赤の図形ですね、レベル15、レベル16の形ですが、これがベルトのアップグレードに必要です。で、この数が集まったらベルトのアップグレードをして、その後一気に流す素材を変えて新しい図形を作っていきます。そこから一気に6種類ぐらいかな、図形を作ることになりますので、一気に動き出します。そのための準備だということになっております。ということで、左の図形、レベル15の図形が 15K、1万5000個ですね。星がついている、レベル16の図形が、2万5000個溜まるまで少々お待ちください。ここベルトずれてる、今ちょっとベルトずれてたんですけど、こういうのがあるとあのフリートークになっちゃうので気をつけましょう。さて、レベル26の、さあこの辺から今まで作っていた工場をどんどんコピーして利用していきます。まあ、この時のために結構、ブループリントは節約して進めてきています。レベル20、さあ工場を一気に配置していきます。この工場レベル5、レベル6で使っていた工場です。これもまた再利用していきます。ブループリントがもうなくなるはず、まだいけるな。さて、もうそろそろ、白い星が乗っかっているレベル16の方は、アップグレードに必要な数が集まりそうです。なんか足りなかった気がする。はい、ちょっとめちゃくちゃ考え事しながらやってたので、今のラジオだったら放送事故ですね。本当に誰かこの RTA 走ってくれたら頑張って解説するんで、ぜひね走ってください。さて、白い星ですね、白い星が乗っかっているレベル16の形がもうアップグレードに必要な個数は集まりますので、白い星はこれ以上集めなくて OK だから、ここか、図形変えていきます。この白い星はもういりません。ここ、さあ白い星の工場を、図形変えました。そして、白い星乗せる必要がないので、この形、白い星が乗っかっていないレベル15の形を納品させます。白い星はいらない、星はいらないで、白い星を作っていた工場も、図形変わっているので、まあ、ここは、次第に図形変わるはずです。レベル15の方も言ってもうそろそろですね、あと 1K ぐらい、 1.5K ぐらいか。さて、それまでにできることをもう少し進めておきます。着色、レベル17の工場、
レベル17は、青い図形、ちょうど左に表示されている、まあ、青い時計台みたいな感じですね。この形を、作るので、ここにちょうど時計台の形があってラッキー、これを工場に運んでおきます。さあ、もう少し準備したいけど時間間に合わないかな、まあ、やるだけやっておきます。レベル17、画面左に表示されている時計台の形では、あと白い丸が必要ですね。この白い図形を作る工場ももう今回のチャートで何回も出ていますね。図形運んでるうちに終わっちゃうな。さあ、左の 14.9K となっているこちらの図形が15になったのでアップグレードです。さあ、ここから一気に流す図形を変えていきます。四角、ここに運んでるこれと、違った。OK。さて、今準備していた図形を一気に流しました。ということで、レベル15の工場はもう、形を変えていきます。このベルト、中央のベルトはいらないので削除。さて、次に作るのがレベル24の形です。この形はコンパスの形でしょうか。ここに黄色い丸があります。これ真ん中に置きます。この白い図形は、ここじゃない、コンパスに使います。ここじゃない。そして、ここ切断機を置いてたんですが、ここに赤い星と黄色い丸を入れていきます。とりあえず赤い星、ここから出てくるのがちょうどコンパスの針の形になっています。で、これも工場に入れる、出てくるかな。これコンパスの針になっています。あっちの稼働も気になりますが、一旦こちら。次に作るのがレベル25、緑と白色の図形。緑色の図形を入れて、ここかな、白色の図形を入れる。さて、確認します。こちら、この形レベル24コンパスです。完成です。そして、こちらの工場少し時間かかってますが、ちょっと、別の図形流れてるんで時間かかります。ちょっと置いときましょう。レベル25は少し様子見。そして、次に作るのがレベル18の形です。ここから一気に図形、作っていくのでスピード速くなっていきます。レベル18、なんというかモンスターの形でしょうか。この形は星とこの丸か、モンスターの顔の形まず作っていきます。ここから出てくるのがモンスターの顔。そしてこれを先ほどまで使っていた工場に流します。工場はあくまでリサイクルしていきます。環境に優しいですね。そして、これは準備しておいた積層工場に運ぶ。そしてこちらの切断機に黄色い丸を流すと、ここから出てくるのがちょうど、モンスターの口の形になります。さあ、これで、レベル18ですね。なんか色違いがいるけど、まあ、これは色変わっている途中なので大丈夫。レベル18の形がこれで完成です。そしてレベル25も十分できてますね。 OK です。よし。さあ、まだまだ作っていきます。レベル17の形、先ほど作りかけていましたが、白色の丸を作ります。
ぜひ皆さんもプレイするときに白い図形が欲しいなと思ったときはぜひこの形を思い出してください。スピードラン用に設計しているので普通に作ったらこんな工場には絶対ならないです。さあこれで白い丸が完成しますので、レベル17、青い形、時計台ですね。これで、あとは、組み合わせると完成となります。白い丸が入ったので、あ、違う、白い丸、危ない危ない、ちょっとベルト付け間違えてましたので今のもフリートークの危険がありました。これですね、レベル17の形が完成となります。これも中央まで運んでおきます。よし、さあ、残る図形も少なくなっております。次に作るのが、レベル19の形です。レベル19の形はなんて表現したらいいのか分かんないんですけど、紫色と白色の形ですね。この紫色の形も、一旦自分で作る必要があります。この形結構作るのがややこしくて、間違えたり覚えてなかったりすると結構時間取られちゃいます。これ紫色にします。 OK、 さて、紫色と白色の図形なんですが、レベル13で同じような色の図形を作っていましたね。ということで、レベル13の図形じゃない、レベル13の工場を再利用していきます。さあここに、紫色の図形を流す。そして、いや星がないんだ。これは困るな。ここまで星ないのも珍しいぐらいです。ここと、これでギリギリ足りる。なんとかいけそうですね、これで。OK。さて、ここ白丸貯めてたんですが、まあ、これ星に変わっちゃうので、ベルト変えます。一旦リセットしますが、これで、レベル19の形ができるようになっています。まあ、一旦別の工場を建てに行きます。さて、次に作るのがレベル22の形です。作る図形、インターネットにまとめたのが上がってますので、ツイッターで調べてみてください。78。さあレベル22の形、こうで、レベル22の形は、時計のような形ですね。時計の形ですが、上半分だけ作ればいいので他の図形に比べて、2倍の速度で作ることができます。序盤に言ってましたが、時間がかかる図形を最初に作るということで、逆に言うと時間がかからないものを最後に作っていますということで、とりあえず作る図形としてはこれが最後の図形になります。レベル22の図形です。なんでレベル26じゃないんだという話は、まあ、先ほどしたので割愛ですね。こう、今は、レベル22、時計の形の、針に当たる部分ですね、黄色い形を作っています。ということで黄色くする工場を持ってきます。
さて、この針の形を、黄色くします。そしてあと必要なのが、時計の形、あと必要なのが、赤と緑の丸の形と、白色の丸の形ですね。赤と緑の丸って実はここに溜めてますね。このタイミングで、溜めていた丸を使っていきたいと思います。これを交互に組み合わせます。交互に組み合わせるということで、皆さん何使うかお分かりだと思いますが、ここでクロスアセンブラー使っていきたいと思います。ちょっと久々の登場です。この形を、このパターンですね、パターン使うことで、交互に組み上げる形、交互に組み合わせる図形を、すぐに作ることができます。まあ実際この RTA やるにあたって結構重要なパターンなので、もし RTA やるんだったら本気で覚えてもらわないと困ります。なので RTA のテスト出したらこれ絶対に出ますので覚えてください。ということで、これ、時計の、まあ、背景に当たる部分ですね、この形完成です。ちょっと星がないせいですごいベルトが邪魔な位置にあってイライラしてます。ちょっとね、配置が良くなかったですね今回あんまり。さて、あと白い丸が実はここに溜まっているので、この図形を組み合わせると、時計が完成するということになってます。まあ、ただ半分に切らないといけないですけどね。こうやって、じゃあ半分に切るために使う工場、実はここにあります。レベル5、レベル6で使っていた工場です。このタイミングでもう一回使います。さあ、これで、レベル22の形完成となります。さて、では一旦ここで作った図形確認していきます。今必要なのがレベル17、この形です。時計台レベル18が、これですね、モンスターの頭。レベル19がこの紫と白の形、レベル20、この形はシェイプスのロゴです。レベル21、的の形。レベル22が今作った時計の形です。レベル23がこの水色と黄色。レベル24はコンパスです。レベル25が緑と白色。そして最後レベル26がロケットということで、これで全ての図形を作ることができました。よし、ということで、あとは、しばらく待機時間をというわけにはいきません。時間があるならもちろん工場は建てていきましょう。ここから工場建築2周目に突入します。時間がかかるものを、優先的に工場を建てていくチャートなので、数を確認して、時間がかかりそうなものを作ります。いや、本当はここでレベル21を作りますと言いたかったんですけど、途中チャート、途中でロケットの形作るの忘れてたので、それもう一回作ろうかなと思います。そうしましょうかね。本当は、チャート通りやりたかったんですけど、ミスったので、ここからオリチャーですね。いや、本番でそうなるとはという感じですが、まあ、この辺りで今までしてきたチャートというか、今までの走りの内容ですね、ミスしてきたところが露骨に図形の個数に現れてきますので、まあ、こういうふうにミスをしてしまった場合は結構この辺でオリジナルチャートに入っていくことが多いということになります。オリジナルチャートに入るとどういうなるかというと、ちょっと僕の口数が減ります。レベル26の図形を追加で生産していこうと思います。このレベル26がどうしても、基本的に時間がかかってしまう図形、まあ、要するにボトルネックになってしまうんですね。なので、まあ、正直ここでミスってるのが、かなりタイム的には痛いところなので、まあ、頑張ってリカバーしていこうかなと思います。ただ、ブループリントの数が結構カツカツですね。本来なら、まあ、いつもやってるチャートでいくとレベル21の形、的の形ですね、
が、まあ、大体一番遅くなることが多いのでそれを作りたいところですが、まあ、レベル21の形はまあもう少し遅くても大丈夫だからちょっと今回は優先でレベル26を作っています。なんなら本当はここに本来のチャートだと、レベル26の工場はあの別のところで建ててるんですがこれでなんとかなってほしいなと思ってますがどうかな。レベル26に必要な白い丸を作っていきます。ただブループリントの数が足りないので一気にコピーペーストというわけにはいかないですね。苦しいですねこれは。まあ、ブループリントが使えなくてもある程度の速さで、工場を建てられるような設計にはなっているので、まあ、なんとか自力で頑張って建設していこうかなと思います。今頑張って白丸を建てる工場を建ててますが、ちょっと無駄なことしちゃったかもしれないな。ちょっとこれはまた今度どっかの配信で反省会をしなきゃいけない内容になりそうです。レベル26ということで背景の、青とグレーの円ですね、作っていきます。クロスアセンブラーを立てます。まあ、ちょっと今回、ミスが出てしまいましたが、まあ、ここだけを覚えていただきたい。今回は下向きに作ります。こうですね。このクロスアセンブラーっていうパターンしょっちゅう使うんですが、実はこのパターン、ベルトが1箇所でも外れると、工場全体が動かなくなります。そういう意味では結構危険なことをやってるんですが、工場が動かないということはその間ずっと図形が作られないので、それが全部タイムロスになってしまうんですが、これで合ってるはず。合ってない。危なかった。今ので、10分ぐらい巻きましたね。これを回す、できてるね。できてる。 OK。 だからあとは積層機。じゃあレベル26の形を追加で生産していきます。ちょっと、普段のチャートとは違うんですけど、とりあえずこれで生産はできますね。まだ、ベルト1本分とはいかないですが、とりあえずリカバーということでロケットの工場を建設。これ組み合わせたら完成。
ちょっとずらします。よし、じゃあこれでできてるかな。あ、できてますね。ロケットの形追加で生産していきます。あ、ちょっと、まだ出力は遅いんですが、じゃあ一旦ここで、レベル21、的の形ですねを追加で生産していきます。ちょっとこの辺もう、普段とチャート、崩れまくりといった感じですが、レベル21の形ですね、的の形。基本的にこの形は生産スピードが遅いので、ボトルネックになるというか、時間がかかってしまうことになります。レベルアップに必要な図形をまとめているので、ツイッター見てください。ということで、レベル21作ります。赤い丸を作って、ここに白丸があるので、ここから何すると思いますか。まだクロスアセンブラは使えません。さて、赤い丸と白い丸を組み合わせて、この後交互に組み合わせることでレベル21、的の形を追加で生産することができます。今必要な図形、時間がかかってしまう図形を、すでに全ての工場、全ての図形が作れるようにはなっているんですが、追加で工場を建てているという段階です。これどっか切れてる。作った図形を、これどこでやろう。この辺で、ここからクロスアセンブラを立てていきます。今日何回目の登場でしょうね。ぜひこれだけを覚えて帰っていただきたいなと思って、このシェイプズ RT 走っております。これで、レベル21が完成します。白の丸がストレージに溜まっているので、ここはかなりスピーディーに建設できます。さて、これできたはいいけど、ベルトが混雑しているので、ここはちょっとベルトを混ぜていきます。これでいける。 OK です。レベル21の形追加で生産しました。12、10、次はこの形作ります。いや嘘、ロケットの形追加で生産しておきます。なのでこれコピーできるかな。今使っているチャートは、他の奏者さんに比べて、3人しかいないんですけど、他の奏者さんに比べてブループリント、このコピーに必要なやつですね、これかなり、生産数少なくしているチャートになります。もうコピーペーストせずに、自分の手で作っていくのをメインとしているというチャートですね。なので、その分ミスした時の、リスクは結構大きいんですよね。レベル24のコンパスの形ですね、作っていきたいと思います。そして、このコンパスの形を作るときに使うのが、今言っていたブループリントの工場になります。ここからブループリントの工場を崩していくことになります。これをそう、いや大丈夫かなそれ。
ちょっといつもとチャートが違うのでだいぶ迷いながらの建設ではございますが、レベル24を作っているところですね。このコンパスの形、レベル24、この形が結構、使う素材、使う図形が多くて、結構向きも間違えやすくてということで、個人的に苦手な図形なんで、本当はこれを早めに作りたかったんですが、今回はそうはいかなかったかなという感じです。困りますね。この形を積み重ねる。一旦確認してます。ロケットができてる。ここ切れてる。危ない。今のは、まあ、早めに気づけたんでセーフです。ああいうのが後になって全然動いてませんでしたっていうのが一番怖いパターンですね。これでさて、このブループリントの工場がありますが、ここからこのブループリントの工場を使用して、というか再利用して、レベル24コンパスの形を作っていくことになります。つまりこれ以降、コピーペーストに必要なブループリントの形が手に入らなくなります。ちょっと今回残っているブループリントが少なめなので大丈夫かなと思いながらやってますが、とりあえず作れる部分だけ作ってます。レベル24に必要な図形が大体できています。そこでこのブループリントの工場を崩します。まあ、ただ全部はまだ崩しません。間違えた。さてここからが勝負ですね。この工場を使ってレベル24に必要な図形を作っていくことになります。よしできた。さあこれで、レベル24コンパスに必要な形が集まりました。そして、積み重ねる工場をコピー。もうブループリントなさそうですね。やばいな。必要な素材を工場に流していきます。よし、さあこれで、これでレベル24が追加でできているはずです。向き合ってるから OK だな。よし、これでレベル24が追加で生産できます。ちょっと他の図形に比べて生産数が遅いので頑張ってほしいなというところですね。10個7。ちょっとガチ悩みしてます今。12、10、これどれ作ったらいいんだろう。普段のチャートと結構生産数が違ってて、
レベル24、じゃあレベル25の形作ってレベル20を作るという感じでいきますか。ちょっとここフィルトが出てる。レベル24の形を作っていきます。レベル24の形は、あ、嘘、レベル25ですね。これ作ります。じゃあこの辺でもうこの工場、白い丸を作っていた工場がいらなくなっています。なのでこの工場を再利用していきたいと思います。さっきのこの形を、白色にします。今レベル25作っています。本当はこの工場は別の使う予定があったんですが、今回、チャート変更によりいつもと違う形になってます。いやーちょっとここ本来のチャートで何してたかというと、レベル20の工場って結構レベル26と共通して使える部分があるので、この、まあ、ちょうど今ぐらいの時間から、レベル20の工場をレベル26の図形を作る工場に、再利用するということをやっていました。通常なら結構そこがだいぶ綺麗な、移り変わりがあってお見せしたかったんですが、今回はそういう暇がなかったですね。 1.7 さてブループリントの個数も、数減ってきましたし、もう間もなく、ラストスパートといったところになります。今40分か。1時間50分ギリギリいけるかどうかってところですかね。ちなみにスピードラン .com に、登録されている現在の世界記録は1時間46分16秒だったかなになっております。まあ、ただ、このRK in Japanが決まってそこから練習してたらだいぶチャートも、煮詰められたので、今自己ベストは1時間41分何秒だったかな、それぐらいになってます。理論上は1時間40分で完成するチャートができてるんですが、まあ今日みたいに、ミスをしてるんだとちょっと遠いなと感じてますね。どうしても、まあ、1時間40分50分と、工場建築をしているといやどうしてもミスが出てしまいますね。これじゃなくて、ここさてこれで合ってるかな、うん、合ってると思う。はい、ということでレベル25の形追加で生産できました。これをこれを工場まで運びます。ここで、これでレベル25作ったから、この形が遅いですね。お、1.5 で5だから 3.5、 そうですね、この形かこの形が最後になりそうな感じするんでレベル24作りたいと思います。で、今もう、空いてる工場があるのでどれ使おうかな。これ白い工場が、レベル24の工場、じゃあレベル24の図形を追加で作ります。ただ工場を一から作る時間、取れるかというと結構厳しいところなので、今空いてる工場を探して、まあ、再利用みたいな感じで使っていきたいところです。でこうしてこうかな、これでできてます。さあ、ブループリントと格闘します。
久々のレベルクリアとなります。ありがとうございます。さて、今のが出たから、レベル17の工場が使えるから、そうなると、いや、ちょっとレベル17を行こう。本当はこのブループリントの工場はあんまり崩したくないんで、ちょっと別の工場を使おうかなと思ったんですけども、ちょっとそういうこと考えている余裕がなさそうなので、この工場引き続き使っていきたいと思います。で、赤色を流す。さて、これ終わるまでにコンパスを追加で生産できたら OK ぐらいでいきましょうか。さて、一応クリアはしてるんですが、はい、ありがとうございます。まあ、他の図形をクリアしないといけないんで、結局この辺なんか足りてない。あれ、そうか。さて、ここも違う。もうそろそろ結構いろんな図形が完成してくるんですが、ありがとうございます。間違えた。まあ、他の図形はだいたい同じ時間というか、基本的にこのチャートで全ての図形が同じ時間に完成するというのが目標で、チャートを組んでいます。まあ、なので、ミスがなければだいたいこれぐらいの時間に終わってたんだろうなと思うんですが、まあ、今回は、ミスをしてしまった部分をなんとか取り返そうとして今工場を建てているという段階になってます。で、これで、素材はできたんですが、ブループリントがない、この工場いらないで、ブループリントがないですね。あとは、気合の建築いきましょう。ちなみにこの段階になると結構、いろいろ新しい建造物が開放されていて、できることも増えます。ただそんなものを工場に取り入れている間にゲームが終わります。さあ、これ間に合うかな。普段のチャートだったら最後にシンプルな建築やることないんで焦ってますね。これで、こうやって これでいける。さて、ほとんどの、図形が完成してます。でコンパスの処理速度が上がってるかな、上がってないな。あれ、なんで、あ、そうか、別のに使った。あ、ちょっとあんまり速度上がんないかな。ちょっと目標としてた、予定としてたこととは違うんですが、いやー、まあ、いや、こんな感じですかね。さて、コンパスの工場も、追加で作ったので、もうこれでやれることは全てやったかなと思います。まあ、ちょっと生産数が追いついてないですが、一応図形確認しますと、レベル17、20K です。レベル18、20K です。レベル19、25K。 レベル20が、もうだいぶ越してますけどね、 25K。 レベル21がこれですね。レベル22が、あ、これか、なんかド忘れしちゃいましたけど、これで。レベル23はもう間もなくクリアです。 25K。 あ、タイマーストップお願いします。すいません。
すいません、途中解説してたら数足りてましたね。あ、そっか、なんか本当はレベル23クリアしてからレベル24クリアしてくれって言おうとしてたんですけど追いついちゃいましたね。すいません、あのレベル26までの全ての図形をクリアということで、あのこのようにチャートによってはいつクリアするのか分かりにくいということになってます。すいません、はい、すいません、お騒がせしました。まあ、ちょっといろいろ至らない部分もありましたが、なんとかこれで、レベル26までの図形、数に直すと大体、30万ぐらいですね、図形を納入してきました。そして工場全体像を見ておきましょう。こんな感じですね。今回ね、素材の配置が結構厳しいところが多くて、もうちょっと綺麗にできたなとは思うんですけど、まあ、なんとかこれで、図形集まりました。建造物大体1万4000ぐらい、ベルトは2万6000ほど立ててきました。じゃあちょっと乾燥した感想なんですけど、まあ、先ほども言いましたが、かなり、素材配置が、好ましくない状態で、途中で大きなミスもしてしまって、かなり後半は、チャートを考えながらという感じになってしまって、途中からあんまり解説らしい解説ができなくて、ちょっと申し訳ございませんということで、ちょっとそこは心残りですが、まあ、でもこんだけ、こんだけ大勢の前 で、タイムもまあ1時間48分ということで、まあ、悪いタイムではないので、走り切れてよかったかなと思ってます。はい、じゃあ、まあ、締めに入らせていただきますが、まあ、途中で少し話したんですけど宣伝させてください。こちらのシェイプズというゲーム、まあ、今レベル27、まだまだね、いやまだまだというか無限にレベル続いていきます。最後はね、あの全自動工場なんてのも建てれるので、ぜひ、お手に取って試していただきたいと思います。そして、来年2024年にシェイプズ2ですね、発売されます。こちらも、新しい楽しみ方ができると思いますので、ぜひチェックしてみてください。それと自分について少し宣伝なんですが、主に YouTube で、このシェイプズだったり、シェイプズの実況だったり、解説動画も上げてますので見てみてください。YouTube で、別のチャンネルの方で、グループでのゲーム実況もやってますので、もし気が向いたら覗いていただけると嬉しいです。そして最後、RTA in Japan は、チャリティーイベントとなっております。いただいた、支援金は、国境なき医師団様に寄付されます。ということで、皆さんぜひ、チェックしてみてください。はい、ということで、まあ、途中ね、あまりうまくいかなかった部分もありましたが、シェイプズ RTA 楽しみいただけましたでしょうか。ぜひ、まあ、この機会にこのゲーム、そしてこのゲームの RTA 興味持っていただける方が増えると本当に嬉しいです。まあ、約2時間ほど、貴重なそして楽しい時間過ごさせていただきました。運営の方、関係者の方、誠にありがとうございますということで、これにてシェイプズ 82% の時間終了とさせていただきます。皆さんご視聴ありがとうございました。バイバーイ。